全文公開。2024年6月9日、キャリーパミュパミュチャプターハッシュタグゼロタッチユワーハートゲスト、平野翔ハッシュタグキャリーパミュパミュハッシュタグ平ラ翔ハッシュタグトキョムハッシュタグラジオ。今回はナンバーアイの平野翔さんをお迎えします。よろしくお願いします。はじめまして、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。二人でゆっくり話すのは初めてなので、 すごく楽しみにしていましたし、何より私たちには一つ共通点があります。そうですね。1月29日生まれということですね。ありがとうございます。本当に。こちらこそありがとうございます。いつも1月29日が来るたびに、心の中でキャリーさんとハイドさんおめでとうと言ってから自分を祝うようにしています。わかります。 私も平野さんとハイドさんが同じ誕生日なので。そうですね。はい、いつも思っています。同じ誕生日の人はあまりいないので、芸能人で被るとちょっと嬉しいですね。嬉しいですね。お会いしたことはないけど、なぜか親近感を感じます。こうやってお会いできて、すごく嬉しいです。すごく楽しみにしていました。平野さんをお迎えするチャプターゼロ 今週はこんなテーマでお話ししていきたいと思います。新たな一歩です。先ほども簡単にプロフィールをご紹介させてもらいましたが、ナンバーアイは去年の10月に結成されましたが、めちゃくちゃかっこいいですよね、楽曲が。ありがとうございます。GO の MV もすぐに見ましたが、3人の魅力がぎゅっと詰まっていて、パフォーマンスも含め本当に大きな話題になりましたね。 このプロジェクトを発表するとき、どんな気持ちでしたか前からこのグループでの活動をしていて、形が変わって楽曲を出すときに、みんなで色々考えて、どういう楽曲を出せば多くの人に納得してもらえるかを考えました。結局スタジオにこもって、一本一本音を調整していき、みんなが楽しめて納得できるものを出そうとしました。GO という曲が出来上がったときは、発表するのがワクワクでした。 結構みんなで作り上げていった感じなんですね。そうですね。みんなで話し合いながら、3人グループなので、それぞれが責任を持って何でもできるものを作り上げようとしました。この番組は、新たな一歩を挑戦するときにいろんな方にお話を聞いていますが、新しいことをやるときに不安やドキドキはありましたかありましたね。楽曲に対する自信はありましたが、ファンの皆さんがどう受け止めてくれるかは心配でした。 そして、ナンバーアイはアメリカで行われた世界最大級の音楽フェス、コーチェラにも出演されましたね。見ましたよ。配信で。マジですかめちゃくちゃ素敵でした。ありがとうございます。コーチェラのステージはいかがでしたかめちゃめちゃ楽しかったです。初めてアウェーな空気の中でパフォーマンスするのが初めてでしたが、ファンの皆さんに囲まれたコンサートとは違い。 僕たちのことを知らない人たちの中で歌う経験はほとんどなかったので、楽しみながらもメラメラしていました。私も2年前のコーチェラに出演させていただいたことがあるのですが、緊張して本番前に腹痛がひどくてどうしようと思いました。一人で出演したんですかそうです。ダンサーさんが体調不良で一人で出演しました。どうしようと思いましたが、なんとか無事に乗り切れました。 すごいですね。どのくらいの尺で ?50 分くらいでした。やばいですね。でも、海外の方のノリがいいので、すごく盛り上がって楽しい感じでできました。メンタルが鍛えられますね。僕たちもメンタルが鍛えられましたし、コーチェラのフェスは音楽を純粋に楽しみに来ている人たちばかりだと感じました。感動しました。コーチェラの他のステージも見ましたか インタビューがあって、ラから離れているので、車で3時間くらいかかりました。ドタバタスケジュールでしたが、SNS でいろんな人が挙げているのを見ました。今年の夏はロッキンジャパンフェスティバルにも出演されますね。夏フェスにも出演されるんですね。来ますね。夏が迫っていますが、パフォーマンスが激しいので、1曲目で夏バテする可能性があります。黒い服や靴は地面が熱くなります。 黒系は避けるようにしています。平野さんは新しい場所や環境に挑戦するのが好きなタイプですかどうですかね。私は一時期守りに入っていた時期がありました。新たなことに挑戦すると賛否両論がありますので、守るわと思った時期がありましたが、今は新たなキャリーパミパミの道が開いている感じがします。年齢とともに変化しているなと実感しています。 挑戦することが好きではない時期もありましたが、今は好きです。最近植物を飼い始めて植物にハマっています。話が変わってしまいましたが、植物は最高ですね。今学べることの嬉しさがあります。パソコンも始めました。楽曲を自分たちで作れるようになりたいと思い、3年ぐらい放置していたパソコンを再起動させました。バッテリーを買って、基板を開けて、 新しいアプリを入れて学びながらやっています。YouTube で学んでいます。周りにトラックメーカーのスタッフがいるので教えてもらいながらやっています。多彩ですね。料理は全然できなくて夫が作ってくれます。意外です。夫と僕が会う人は大体おバカな人が多いです。夫は料理が上手で桃の冷製パスタを作ってくれます。冷製パスタはすごいですね。 ぜひ食べてみてください。逆ギャップですね。夫との関係性のバランスがいいですね。もし僕と夫が結婚したら家庭崩壊しているでしょう。ナンバーアイは5月27日にミニアルバムナンバーリングをリリースしました。1曲目のボンは平野さんがプロデュースしたんですね。はい、させていただきました。楽曲をお届けしたいと思います。ナンバーアイでボン。 お届けしたのは5月27日にリリースされたナンバーアイのミニアルバムナンバーリングからボンでした。和をテーマにした楽曲ですが和をテーマにしようと思った理由はありますか日本の文化が好きで日本の伝統的なものを世界の人たちにもっと知ってほしいと思って和をテーマにしました。MV も見ましたが制作で大切にしていることやこだわったポイントはありますかあります。 MV のイメージが頭に浮かびすぎて自分でアプリでいろんな動画を引っ張ってきて作りました。それを監督に送り、こういうイメージでやりたいと伝えました。最初の根っこが生える映像は植物観察のおじさんの動画からインスピレーションを得ました。根っこのタイムラプスを引っ張ってきて盆栽でやりたいと考えました。意味合いを考えながら映像を作るのが好きです。 今後、ナンバーアイで挑戦してみたいことはありますかフェスやアウェーな空気感の中でのパフォーマンスが刺激的で学びも多いので、ファンとの交流を増やしつつ、そういう場所も増やしていきたいです。頑張ってください。ありがとうございます。そろそろお別れの時間ですが、来週も平野翔さんと一緒にお届けします。次回もよろしくお願いします。